イフマイナス100は、現在、開発中の中華人民共和国で最も強力な、液体酸素とケロシンを推進剤とする水力120トン級のロケットエンジンである。水力の大きさをもとに、イフマイナス120トンとも呼ばれている。開発は、中国工店鍵集団工資参加の工店、推進技術研究員により2000年代に始まり、 中国国家公天局の監督のもとで2005年から各種試験が行われている。エンジンの地上試験は2007年半ばにおいて成功している。エンジンの水力方向の変更はジンバル機構により行われ、一軸方向のみ可能のものと二軸方向に可能なものの2種類を製作する予定である。このエンジンは、 中国工展鍵集団講師参加の中国運、はじめ河川技術研究員で開発中の調整5号ロケットの補助ロケットブースターのエンジンに採用される予定である。また、現在有人宇宙飛行に用いられている調整2号 F 型の後継機として、コールトで開発中の調整7号の1段目のエンジンと補助ロケットブースターのエンジンにも採用される予定である。 If-100 エンジンは、ロシアの RD-120 を原型として開発された。ケロシン、液体酸素を燃焼する。2段燃焼サイクルで、真空中での飛水力は335秒である。地上での水力は122トンで、真空中での水力は136.7トンである。エンジンの開発作業は2012年に完了した。 最初の打ち上げ予定は2015年である。IF-100 エンジンは、調整5号の打ち上げ時に使用する、K、K-3 から1と、K、K-2 から1のような一段目に使用される。増強型の K-3 から1は、調整6号と調整7号の第一段用として、使用される。ありがとうございます。